今新たな実りの季節へと向かって出発しようとしております。長嶋選手、お別れの挨拶でございます。昭和33年栄光の巨人軍に入団以来、今日まで17年間巨人並びに長嶋茂雄のために絶大なるご支援をいただきまして誠にありがとうございました。皆様から頂戴いたしましたご支援、熱烈なるご応援をいただきまして、今日まで私なりの野球生活を続けてまいりました。今ここに自らの体力の限界を知るに至り引退を決意いたしました。振り返りますれば17年間にわたる現役生活、いろいろなことがございました。その試合を一つ一つ思い起こしますときに、校長時は皆様の激しい大きな拍手を、この背番号3をさらに闘志をかきたててくれ、また不調の時皆様の温かいご声援の数々の一つに支えられました。今日まで支えられてきました。不運にも我が巨人軍は V10 を目指し、監督以下選手一丸となり死力を尽くして最後の最後までベストを尽くし戦いましたが、力はここに及ばず10連覇の夢は破れ去りました。私は今日引退をいたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です。今後微力ではありますが、巨人軍の新しい歴史の発展のために、栄光ある巨人が明日の勝利のために、今日まで皆様方からいただいたご支援ご声援を糧としまして、さらに前進していく覚悟でございます。長い間皆さん本当にありがとうございました。力強い、本当に力強い長嶋選手お別れの挨拶でございました。スポットライトの中に立つ長嶋茂雄、ジャイアンツの王貞治選手、中日ドラゴンズの大島選手が各チームの選手を代表いたしまして花束の贈呈でございます。ご苦労様でした長嶋茂雄。
人にカタンと欲する者は必ず自らに勝つという言葉があります。長嶋選手は過去の数知れない試練をまさにその言葉通りに克服してきました。新しい長嶋は必ずやまたグランドにその不屈な闘志を持って不死鳥のようによみがえってくるでしょう。長嶋の存在は多くの人々にとっては青春そのものであり、また希望でもありました。人々はその時々の長嶋に己を映してきました。今日はその決別の時でもあります。ジャイアンツの同僚、そして先輩、あるいは後輩、これから担います若手の選手一人一人に握手、感慨を込めまして握手です。お別れの挨拶です。吉田選手、関本選手、倉田選手、上田選手、高田選手、そして土井選手、柴田選手、黒江選手、鈴木コーチ、福田コーチ、中尾コーチ、山内コーチ、王選手、人間至る所生産あり、人間至る所生産あり、川上監督とも握手です。輝かしき背番号3、長嶋に栄光あれ、新生巨人軍に栄光あれ。